どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、2B2E やってますか？ということで、前回の動画でね、2B2E 移民で固まって、2B2TPE を進行しようみたいな、まあ、そういう新しい計画をね、発表したわけなんですけど、かなり反響がありまして、早速攻撃を開始してる人や、これからね、攻撃参加しますっていう人、2B2E で著名な海外勢も、今回のこの進行に参加してくれるみたいです。かなりね、面白いことになってきてます。そしてなんと進行します宣言がね、ちゃんと 2B2TPE 勢に届いたらしく、まあ、こういう動画がねできてます。 2B2E アーミーのディスコードを荒らしてみたみたいな、攻撃したぞみたいな動画なんですけど、まあ、こういった反撃動画や、そしてなんと 2B2E 民がやってくるから、それに対抗して固まろうっていうね、 2B2E アーミーに対抗するこちら 2B2TPE 連合軍がね誕生しました。まあ、なのでこっちがね固まったら向こうも固まってきたっていう風な、そういう感じですね。ということで、かなり 2B2TPE 情勢について、まあ、なんかいろいろと情報が入ってきました。まあ、例えば、もともと 2B2TPE は2つのチームに分かれてるみたいな、 DSY-K33 ロホリズム・オリウス、このグループとハイドラ・ハーデスっていうね、この2つのグループがあって、そこがねバチバチみたいな感じらしいです。で、今回この 2B2E 軍の進行によって一旦まとまろうみたいな感じで、僕らが進行しようってやる前にもうすでにその2つでなんか戦ってたらしい。で、特になんかいろんなね人から聞くんですけど、 K33 っていうグループが 2B2TPE で一番やばいらしいです。こいつらは手出すなみたいな話らしい。いろんな海外勢から気をつけろみたいな話をねもらってるんで、ちょっと K33 気になりますね。彼らはなんか年中デュープを持ってるらしい。ということで、現在ね進行宣言してから、まあ、2日ぐらい経ってるわけなんですけど、 2B2TPE 連合軍ができて、向こうも向こうで対抗してきてるっていう風な状況になってます。 2B2E 軍もまだまだ募集してますので、もしね一緒に入って戦いたいよ、一緒に制圧したいよみたいな人がいましたら、概要欄のディスコードから参加してください。で、そして、まあ、入ってる人でね、僕ら何すればいいんですかっていう人いると思うんですよ。何をすればいいか分かんない人、そういう人は物資を集めて 2B2TPE 民の拠点を探して破壊してください。そして本当にね思いつく限りのことをやってみてください。例えばネザー00をなくしてみたりとか、まあ、激重にしてみたりとか、ちょっとねできそうな面白いことを全部やってみてください。ということで、今回はね 2B2E で敵側だったバルキーという人が計画に参加してくれてて、でなおかつね物資をくれるということで、今からねもらいに行きたいと思います。今後拠点暴いたりとか、サーバーをね重くしたりとか、いろいろと思いつく限りできそうな攻撃方法をやっていこうと思うんですけど、まずは物資ですよね。物資がないと何もできない。今ねもともとやってた日本人とか 2B2E の海外勢とかが、それがみんなに行き渡るという風な感じです。はい、ということでバルキーが飲酒なので向かっていきましょうか。 2B2TPE はなんかね TPA できるんですよね。はい、ということでこれで TP リクエストを送って、向こうが許可してくれればいけるはず。さあ来ましたバルキー。彼ね 2B2E だともう敵だったんですよね。めっちゃ攻撃してきたりしてきたんだけど、この光景ですよ。やばい、これがすごいぞキットインキットがあるぞ。なんだこれは。これが 2B2TPE の文化なのか。すごいね。とりあえずもらえました。一旦これ被りましょうか。 2B2E とはちょっと違うから興奮しますね。結構今ね座標隠してるんですけど、このカクカク具合からするに、まあ、おそらくこの場所も多分結構100万とかだいぶ遠いとこだと思います。 2B2TPE おそらくねだいたいめっちゃ遠いとこにあると思う。エリトラがねもともと使える、フライハックが使える場所なんで、結構みんなビュンビュン飛んで行ってるんじゃないかなと。お、来ました。なんだこれは。これバルキーの拠点もしかして。すごいすごい、 PVP 場かな。 OK、 これで物資ゲットと。で他にもねなんか何人かの方が支援してくれるよってことなんで、こんな感じでね最初は支援してもらって、まあ、だんだん強くなっていきましょうか。日本人の中でも支援しますみたいな何人かいらっしゃるんで、まあ、そういう人たちにも頼って 2B2TPE 確実に強くなっていきましょう。まあおそらくクライアントをね開発してる 2B2E の皆さんなら絶対に勝てると思います。いやこれすごいね。岩盤を使った作品ってことですよね。これ岩盤が普通に使えるんだ。かなり面白いんじゃないでしょうか。で、ね、実は 2B2TPE はね 2B2E より結構長い歴史があるんで、先輩なんですよね 2B2E の。まあ、まず日本人拠点みたいな作れたら面白いですね。まあ、ちょっとね今夜中なんで日本人の子たち呼び出すわけもいかないんでね、明日から日本人拠点作成
取り掛かっていきたいと思います。戦いは始まったばかりです。皆さん共に戦いましょう。